では次に裸の時の説明をします。私が脇を刺し相手が小手を巻いてきた場合、総合格闘技においては相手はパンチを打ってきます。そこで相手が打撃に意識がいっているところにグローブをしっかりとつかみ、グローブを挟み込みます。グローブを挟み込むことにより道着よりも抜けなくなり、技の効果が増大します。脇を刺し相手の打撃に意識がいっているところに対してグローブをロックし決めます。